ブリュッセル市電ブリュッセルプレメトロブリュッセル地下鉄ブリュッセルプレメトロブリュッセルプレメトロはベルギーの首都ブリュッセル市内に存在する路面電車であるブリュッセル市電のうち地下鉄と同規格で建設が行われた地下区間の名称である。1950年代以降急速なモータリーゼーションの進展に伴いブリュッセル市内各地の道路の混雑は深刻さを増し 市内交通の主力であったブリュッセル市電は、定時制の確保が困難になっていた。この事態を解消するため、市電を運営するブリュッセル首都圏交通は線路を、車道から分離する専用軌道化を推進したほか、1958年に開催された万博に合わせて、市内中心部のブリュッセル南駅で森エ館を、はじめとした一部区間や、電停の地下化工事も行われた。 そして、1960年代以降も激化する混雑解消に加えて、自家用車や路線バスの発展に伴う市電の利用客減少に歯止めをかけるため、1963年に本格的な路面電車区間の地下への移設が決定し、1965年から工事が開始された。最初の路線となったのは、ブリュッセル市内を東西に結ぶブルケール、シューマン間で、 1969年12月17日から営業運転を開始した。このブリュッセル市内における路面電車の地下化は19世紀末1892年の時点ですでに検討が行われており、半世紀以上を経て実現することとなった。ブリュッセル市電の地下区間のうち1960年代以降開通したものはプレメトロと呼ばれており、 プラットフォームや河川などの施設は従来の路面電車と同じ規格で建設されている。一方、トンネルの規格は路面電車よりも高規格の地下鉄用車両が走行可能な設計となっている。これは将来的に高規格の地下鉄へ転換することを前提に計画が行われたためであり、名称も地下鉄以前という意味を持つ。そのため最初のプレメトロであった 東西区間が1976年に市内中心部を囲む形で建設された下ス、ブリュッセル南駅間が1988年にそれぞれ第3機場、高規格のブリュッセル地下鉄へと転換されているほか、2020年、現在プレメトロとして営業運転が行われている南北線についても、口述の通り2024年に地下鉄へ転換されることが決定している。 2020年現在、ブリュッセル市電の系統と一体化して運用されている、プレメトロ路線は以下の2区間である。2020年時点で、プレメトロ区間のみ走行する系統は存在せず、全系統とも、ブリュッセル市電の地上区間が含まれている。そのうち25号線は、双方のプレメトロ区間を経由する系統である。ブリュッセル市内中心部を南北に結ぶ区間。 1976年10月4日に最初の区間となるブリュッセル北駅ブリュッセル南駅間の路線が開通した後、1993年12月4日にアルベール駅への延伸が行われた。2020年現在の区間及び南北線を経由する系統は以下の通りで、印はその系統が停車する駅を示す。ブリュッセル東部ディアマント駅とボイロー駅を結ぶ。 近く間、1972年にディアマント駅が先行して地下化された後、1975年に現在の路線が開通した。2020年現在の駅及び接続交通機関は、以下の通りで、7号線と25号線が同区間を経由する。ブリュッセル首都圏交通では、市内中心部の輸送力増加を目的に、ブリュッセル地下鉄3号線の建設計画を、 進めているが、その第一期路線として、2019年以降、プレメトロの南北線の全線を高規格の地下鉄へと転換する工事が実施されている。既存の駅も地下鉄に合わせた改良工事が実施されるが、レモニエ駅のみ、線形改良に伴い廃止され、その近くに新駅が建設されることになっている。また、アルバート駅については、転換以降も、 地下駅に乗り入れる市電との乗り入れが容易なマルチモーダル駅への改装が行われる。この第1期路線の開通は2024年末を予定している。ありがとうございます。